元村和義は日本の政治家、参議院議員、議会は聖五位、君党は君三党派閥は三塚派に所属した、福岡県北九州市八幡東区生まれ、福岡県立八幡高等学校を経て立命館大学法学部卒業、大学在学中は弁論部に所属し、大学代表として、 弁論大会に出場することもあった。1964年、小峰隆太自民党衆議院議員秘書。後に、鬼丸克行参議院議員秘書。1971年、福岡県議会議員選挙発当選。以後2期務める。1980年の第12回参議院議員通常選挙と1983年の 第13回参議院議員通常選挙に、福岡県選挙区から自由民主党公認で立候補するも、時点落選。1980年、福田武雄衆議院議員秘書。1986年の第14回参議院議員通常選挙に、福岡県選挙区から自由民主党公認で立候補し当選。1990年の第2次。 海府改造内閣の科学技術政務次官に就任。1991年8月、参議院議員を呼び、科学技術政務次官在任中に、大分県別府市にある新別府病院において、急性心筋拘束のため死去。同年9月、補欠選挙が行われ、自由民主党公認の重富吉之助、元防衛施設長官房審議官が当選した。 ありがとうございます。